皆さんおはこんばんちは、ウルトラトーラーズのこまちゃんです。やばい、爆眠。今日は大会の日、本番の日のゲットレディービズミーを撮りたいと思って今カメラを回してます。今からちょっとサウナスーツを着てお散歩して思います。シャワーを浴びました。これからこちらのマスクをします。ちょっと昨日の練習で体が激重です。大丈夫かな。今日の演技披露はバトントワーリング神奈川県大会のゲストとして演技させていただきます。ちょっとむくみ取れたかな。でもやばいよね、目やばい。目鉢子、目鉢子パンパンじゃん。まだまだ暑いですね。今日は千葉県大会もあるんじゃない。そして来週は東京ですね。都県大会早くない？なんか発表会が終わってから今構成を大会バージョンに変えてるので、とっても大変です。追われてる、みんな必死。こちらね、これねかなり古いんだけどね、こちらは、オフィシエヌビュリーのヘアボディオイルです。死ぬほど古いんだけど使ってていいのかな。酸化しちゃうとか言うよね、オイルって。金髪で髪が傷みやすいので、オイルで必ずコーティングをします。本当はヘアオイルをもう買ってるんだけど、ちょっとね高いんだけどね。これすごいオーガニックでいいとかいう、このヘアオイルマジでいい匂いです。こちらナンバー3ヒューケアヘアオイル003番、これマジいい匂い。そして最近はワックスですね。ジェルはちょっと使ってません。なぜならロンドンに行ってきたので、ロンドンボーイ英国風な髪にしたいから、サラサラ系に仕上げたいのでワックスを使ってます。絶対に馴染ませーの。こんな感じかな。スプレーで仕上げたいと。もはやノールック、こちらです。ルラボのあなた13のボディクリームを体に塗りたくります。最近買ったこちらです。ミューゼの湯飲みで電気を当てます。引き上げ動いてんだけどな、筋肉。うわ、おでこやばい。もうさ、こんな感じのテンションです。めっちゃ低血圧。鼻がやばいんじゃないか。あ、痛い。鼻無理だ。ちょっとやるだけで変わんのかな。一度。鼻ってロハイブつかまりそうだよね。ニンニク鼻をどうにかしたい。シェーディングするしかないか。OK。お任せください。お金持ってやりたいけど、ちょっと時間がないから。仕上げに。カッサ。こんなやり方の人いる。ここからもう組んでやばいんだけど、研いだらこれめっちゃおすすめ。ダルバのファーストスプレーセラム、ダルバファーストスプレーセラムエッセンス、イタリア産ホワイトトリュフと植物性オイルで豊かな水分を与え、ツヤ肌に仕上げる保湿ケアミスト。あ、保湿ケアミストなのこれ。美容液じゃないの。これみんなも大好きなさ、上野ありささんがさ言っててさ、3000円ぐらいでね9点で買った。すごいいい、これマジで。化粧水です。みんな大好きメラノ CC。 そしたらこれもメラノ CC。 ディープケア UV 乳液 SPF50 プラス PA プラスプラスプラス。OK でスキンケアの完了です。スキンケアが終わったので、今日はその下地だけ顔作ってからいきます。ではこのスポンジを皆さん濡らしてください。これはもう当たり前の話ですね。当たり前の話。そしてこちらナーズの
スムース&プロテクトプライマーメイキャップベースを使います。下地ですね。汗皮脂予防で毛穴もなくしてくれるやつ。本当にさ、舞台バラ様の舞台やってる時にさ、本当に汗が尋常じゃなくて、一人だけマジ意味わかんない量の汗かいてたんだけど、でもこの下地に変えてからね、ちょっとね収まりが良くなったんだよね。 OK。 そしたらこちらです。ライトリフレクティングファンデーションスキンウェルなんちゃら、ライトリフレスティングファンデーションよく振って適量のせます。本当はなんかね、手でやった方がいいっていうね言われたんだよね、ナースの人に。若干手で伸ばして真ん中らへんからね、顔面の外側に。やばいね、ガングルだね。眉毛もね、ちゃんとねしっかり描くときは眉毛もしっかり埋めてください。ファンデーションでじゃないと描きにくい。マジで結構なんかがっつり、ちょっとツープッシュ多かったな。顔がでかいからさ、ツープッシュかなと思ったけど、さすがにでかいね。でかいじゃない。こちらライトリフテリフクインクセッティングプレストですね。これさ、マジついてるかついてないか分かんないんだよね。ちょっとちゃこっと使ってたんですけど、初めて底見えでなくなったのでこれに変えたんだけど、ツヤ幅すごいね、出るね。いいですね。やっぱナーズ、今んとこナーズしか使ってないですね。はい、そしたら次はこいつ、マックのなんかハイライト、綺麗なやつ。お、わかんない、この辺、おでこ、この辺、鼻、わかんない、こんな感じ。これです。これはシーンですね。シーグラムのね、なんだっけってば、なんだっけ、コントアリングです。これやってから粉だね。あんまり伸ばしすぎないようにタップします。ちょっと待って、見せたんだけど、まあいいや、いきます。テイク、ちなみに今何時、あ、もうやばい、こんな時間、こんなのんびりさ Get ready with me とかやっちゃえばいいじゃなかった。でも本番の日ってどうやってさ、みんなさ迎えてるかさ、ちょっと気になるやん。次はね、このね、よくわかんないけどね、最強パウダー、最強ハイライトをのせていきます。超キラキラ、これめっちゃ綺麗よ、マジで。ほら、やっぱ感じも綺麗。ここねですね、適当にのせていきます。もう一回ここもで、ここですね、鼻の上。次はチーク、こちらです。ナーズのオーガズムフォープレイブラッシュクワッド。ちょっとこの大人っぽい色を使います。僕はめっちゃいいよ。ツヤツヤなんだけど。じゃあみんな大好きケイト、デザイニングアイブロウのブラウン系をやってきます。この真ん中の色ですね、眉尻から足してきます。眉頭は濃くならないように自然な感じで。このアイブロウのさ、筆がすごいいいんだよね。めっちゃ描きやすい、なんか決まる、すぐ。こちらもケイトの 3D アイブロウカラー、オリーブブラウン。ちょっと今日はね、フレディ・マーキュリーなんで、あんまり眉毛は長くしないで、自分自眉の長さでいきます。じゃあもうチャコですね、の茶色、こちらです。ティッシュオフしてくださいね、の方が失敗しない。これを買ったんです、ナーズのアイシャドウベース。落ちるんだよね、アイシャドウが。これを塗ってやったら多分落ちないんだと思う。アイホールに広げます。
効果はいかに。あらま、これで電車なんだけど大丈夫か。大丈夫だね、誰も見てない。骨のあたりから、ここですね、骨が出てるところから中に流していく。何でもない筆でぼかします。境界線をなるべくなくす。三角ゾーンにもシャドウを入れていきます。舞台じゃないからね、これぐらいでいいか。こんなもんでいいと思います。 OK、 あとは会場に着いてから仕上げていきます。これでちょっとテンション乗るけどいいかな。こんな感じです。つよつよ。それでは横浜武道館に行ってきます。今日も暑いです。こんな顔で行って大丈夫かな。誰も見てないか。演技披露は無事にノーノロ、ノードロップでできました。その後すぐに会場を出て練習に行ってきました。たくさんの拍手をありがとうございました。とってもね、大好きな曲でね、踊れたからすごく気持ちよく踊れたので幸せな時間でした。ありがとうございました。なんて、昨日の練習ですごい体が重たくて、本番を終えてなんか体がやばい、バキバキ、鉛のようですね。今年一、それはないかな、この夏一番体が重たい。発表会終わった後は全然、マッサージ行ったら全然だったんですけど、今日やばいな、過去、この夏過去一、超体重たいです。頑張りました。練習もみっちり3時間やりました。来週は東京都大会です。 Get ready with me と本番に向かっていく動画が撮れたらいいかなと思ってます。ちょっとこの夏3週連続本番が続いてるので結構バテてるのかな、体に来てます。頑張ります。今日はゆっくり休んでください。駒田さん、お疲れ様でした。